はい、どうも、メイドです。今回ですけども、明日新ガチャ情報が解禁されると思います。ということで、何が来るのかというところの、考察動画やっていきたいなと思います。今現在ですね、5種の新積む確率アップですね。スパイダーマンとリトルマーメイドの新積むが、来てまして、で、これがですね、21日水曜日までということで、明日、20日、おそらく11時に情報が解禁されると思います。で、内容はね、おそらくピックアップになるんじゃないかなと思います。はい。で、この後ね、第3弾セレボって書いてあるんですけど、これね、多分第3弾セレボがあると思います。で、これ、セレボがなかった場合は、この26日の月末のイベントまでですね、1、2、3、4、5、5日間あるんですけど、5日間開催はまずないと思うので、はい。多分、セレボが来ると思います。っていうのが、一つですね。で、あとね、この動画の後ですね、おそらく19時とかに動画が上がると思うんですけど、その動画もね、ちょっと必ず見てもらいたいです。はい。ちょっとね、やべえことがもしかしたら起こるかもしれないです。はい。ということで、ちょっと見てもらいたいなというところの告知、となってます。で、これね、日にち的には今これピックアップが2日間開催になっちゃってるんですけど、これワンチャンね、火曜日にもう来ちゃうんじゃないかなっていうのもあって、そうするとね、もう実は本日情報解禁されてるんじゃないか説もあるんですけど、ワンチャン20日にピックっていう可能性もゼロじゃないかなと思ってます。はい。ということで、ちょっとね、ピックアップはね、もう正直予想がね、難しいんですけど、アリエル関連が、ラスト賞曲付きで来る可能性が、あるんじゃないかなと思われます。新ツムの絡みでね、ぐらいですね。ノーマルアリエルか、ロマンスアリエルか、パステルアリエルですね。ボイス付きと曲付きで言うと、その辺が来るんじゃないかなっていうのが、個人的な予想となってます。で、一応ちょっと前の、ところの6月、過去の6月のガチャとか見てもですね、なかなかね、難しいっすね。結構ランダムできてます。この時はなぜか、なぜかってか、これはあれか。映画の公開記念ですね。公開記念だとちょっとね、参考にあまりならないんで、21年6月見てみましょうか、ちょっと。ここ第2弾ピック載せてねえや。この時シンデレラ来てるの。シンデレラはね、ちょっとね、9700万セレボで来てるし、ハピラプとか入ってるんだ。ハピラプ、ご機嫌プーの曲付きとか来てるんですね。うん。で、一応ユケールもセレボで登場してる。ですね。なんなんだろう、6月、6月あれか、シンデレラ誕生日。あれ、シンデレラ誕生日だったっけ ?6 月。2月じゃなかったっけ ?2 月ですよね。なんで6月あれなのかな。すげえシンデレラ復活する。ラインナップっていうのが正しいんですけど、こんな感じなんですね。唐突のストームトルーパーピックアップガチャ、懐かしいな、これ。ストームトルーパー13体なんですよね。この時ね、スキチケナイト、このツムはね、スキチケナイト絶対スキルマ作れなかったんですよね、ストームトルーパーね。ということでね、過去のガチャ見てももうもはやわからんっていう感じですね。新妻絡みで言うと、やっぱりそこの、リトル・マーメイドが、一番濃厚かなと。別ムがさすがに、復活しないっていう、記載があるので、復活しないとは思うんだけれども、復活してほしい気持ちもあるけどね。復活するとしても、ピックアップでは、まず来ないかなと思うんで、はい。そういうところかな。ちょっと皆さんのね、予想もぜひ教えてもらいたいんですけど、一応ディズニーゲームズとかの、再生リストの方も、ちょっと覗いてみようかなと思うんですけど、まずはツムツムの方ですね。ここは特にね、更新なかったですね。
で一応今現在ですね、ピックアップに1件の動画が非表示になってます。これが次回のピックアップガチャですね。で自分がね第3弾セレボーって言ってるのは多分これ1本あります。多分本当にあると思いますね、まあ、この流れ的には。でディズニーゲームズの方は特にないです、更新が。あ、もしかしたら明日とかになったら入ってるかもしれないんですけど、はい。まあ、今多分もう新積むぐらいでしか、まあ、多分来ないんじゃないかなと思うんですけど、はい。まあ、一応こんな感じですね。再生リストから見ると。ということで、まあ、ちょっとかなり予想は難しいんですけど、まあ、ただですね、ピックアップガチャになるのは間違いないかなというところと、まあ、ラストショーは、もうすでにね、第1弾でスキルチケットで、来てるので、まあ、ボイス付き、曲付きになると思いますので、まあ、基本的にね、する案件にはなるとは思うんですけど、はい。まあ、ちょっとね、普段復活しないような、まあ、弱くてもですね、ちょっとレアなツムが復活してくれると、まあ、個人的には嬉しいかなと思います。はい。という感じで、皆さん、また情報展開していきますので、皆さんぜひチャンネル登録、高評価コメントよろしくお願いいたします。それではバイ。